ゲラルトだったな。来てくれて嬉しいよ。待っていたぞ。それはご親切に。前回訪れた時はあまり嬉しそうではなかったが。予告もなく残念な連れと一緒に来たからだ。それに牧師に怪しまれるわけにもいかなかった。我らの世話人は重要な用事で町を離れていてね。君が何者で何をしてるかは知っている。捜査を手伝わせてもらいたい。ところでフォン・グラッツと仲が良くないようだが、どうしてだ？牢屋に送ったからだ。奴は1242年の学生抗議運動のリーダーだった。野蛮な暴動事件だよ。多くの学生が亡くなったのだ。自由や平等を拒否し運動に加担しなかった者は翌日喉を切り裂かれて見つかった。医学科ゆえにその傷口は見事だったよ。ヨアキムはお気に入りの生徒だったが、組織の一員として通報しなければならなかった。その後大学を去り死体安置所で働き始めた。過去を詮索されない場所でな。一方ヨアキムは、運命は皮肉なものだ。奴は私が設立した病院の院長に任命された。フォン・グラッツはいくつだ？50か60か？確か53歳だ。それが？彼の教師だったにしては若く見える。驚くことでもない。何年も冷たく暗い場所で過ごし、防腐液の蒸気を吸ってきたんだ。死体を扱う仕事は人を長生きさせる。面白いだろう。今回の犠牲者は誰だ？ジョリス・アーキヌス。オクセンフルト学院の進学講師だ。今朝自宅で発見された。辞書で気づかれた寛大の上でな。著書に特徴はあったか？全て永遠の炎に関わる本だった。教義を批判する論文だ。ああ、ノビグラドでは大罪だな。ナサニエルは嫌いか？彼を好きなものは少ない。彼は非常な上に気まぐれだ。一度ここに押し入って私が消毒していたメスを奪うと、私の背中を切りつけた。倉庫の鍵を閉め忘れたという理由でな。君はそんな男を好きになれるか？始めよう。なあ、この傷口は一連の手口と一致する。被害者は縛られ、ホルムアルデヒドを飲まされた。次に犯人は眼球を摘出し、その後に燃えかすを入れ、胸郭を切開し、そして…これは何だ？羊皮紙か？人間の皮膚で作られた。殺人鬼からのメッセージ。次の犠牲者の名だ。パトリシア・ビーケルバッド。知り合いか？ああ、一度屋敷に行ったこともある。すぐに見つけなければ。何の用だ？パトリシア・ビーゲルバッドに話がある。町のゴロツキの分際でか？彼女の命が危ない。中に入れないと後悔することになるぞ。お前を入れて、もしそれが嘘だったら、俺はケツを蹴り飛ばされて失業だ。守衛が守るのは自分のケツだったとは驚きだな。まあいい。ビーゲルバッド様に会わせてやる。おかしな真似はするなよ。ゲラルト、来てくれて嬉しい。嬉しい用件じゃない。母上の命が危ない。危ない？まさか。今朝母を見た。悲しげだったけど健康そのものよ。連続殺人鬼の次の目標は母上の可能性が高い。まあそうだとしても、主演が奴の殺し方はとても残虐だ。
犠牲者を苦しめ心臓を切り取る。様子を確かめよう。念のためだ。とても信じがたい話だわ。でも真剣に言っているようね。どうぞこちらへ。日はベルテインにぴったりだが、今はその季節じゃない。母が悲しそうに見えたと言ったでしょ。母は今信仰の危機に瀕しているの。それも深刻なね。二人でノビグラドへ行ったの。広場での火あぶりを見た母は帰り道で一言も発しなかった。聖地どう？静かで穏やかよ。問題なさそうだわ。中に入ろう。確認したい。しつこい人ね。わかったわ。待ってて。母はお客様を迎える気分じゃないの。向こうの扉から逃げたわ。捕まえて。奴はまだここにいる。あそこだ。捕らえろ。止まれ。眉間を矢で撃ち抜くぞ。待て、人違いだ。その手は食わん。奥様のところへ連れて行く。逃げられたな。連れて行け。お前は英雄だよ。イングリッド様、捕らえました。若干手こずりましたが。怪我をする前に武器を下ろしなさい。この男性は無実よ。お許しを。走っていたので逃走中の犯人だと。奴を追っていたんだ。邪魔されなければ捕まえていた。下がりなさい。すぐに。お母様、なぜ母がこんな目に。なぜ。教団を冒涜した。他の犠牲者とのつながりはそれだけだ。イングリッド、辛いだろうが、犯人はいつも死体に次の標的を示すメモを残す。見てもいいか。結構よ。でも一人でしてちょうだい。こんな状態の母を見たくない。あんな姿を記憶に残したくない。それから母を最後の犠牲者にして。お願い。打撲傷に割れた爪。自分の身を守ろうとしたんだな。それで犯人は時間がかかり捕まりかけた。あったぞ。クリプルド・ケイトのスイートネッティ。大胆だな。名前に加えて場所まで。今度は逃がさんぞ。
スイートネッティはどこだ。上の階だ。だがとても大事な客と一緒だ。邪魔をするな。開いた傷口みたい。聞く者などいないぞ、一人たりともな。お前の声が街中に響くことになる。またしても邪魔をするか。邪魔されるのは大嫌いなのだが。スイートネッティと遊ぶ予定だったがしょうがない。まずはお前だ。前儀はなしか。ホルムアルデヒドがなくて大丈夫か。何のことだ。お前はファビアン・マイヤーを殺した。パトリシア・ビーゲルバッドも他の大勢も。でたらめだ。勘違いだぞ、クズめ。パトリシアの遺体に残されたメモがクリプルド・ケイトとスイートネッティに導いた。お前以外に誰がいる。知らん。だが冷静に話をする必要がありそうだ。ここにいることを知る者は。こういう外出を言いふらしたりはしなくてね。一人を除いてだが、あいつはありえない。死体ですら丁重に扱う男だ。検視官か。お前は忙しくて安置所には来ないと言っていた。追わなくては。この時間帯は港の12号倉庫で備品を調達してる。ホルムアルデヒドをな。私はここに残る。スイートネッティとやることがあるからな。何しろ前金で払ったから。その女を解放し、机に金を置き、ここを去れ。そして二度と戻ってくるな。ああ、そうする。いい子だ。ホルムアルデヒドが切れたか。お前を見くびっていたようだ。危うく衛兵に捕まりかけ、今度はナサニエルについての偽情報も見破るとは。だが全てを予見してはいないな。もしそうならお前はすでに銀の剣を抜いているはずだ。貴様何者だ。吸血鬼、無論上級のな。お前に殺人と拷問をする理由があったのか。それもお見通しかと思ったがな。残した印の意味は明白だろう。炎から目を背ける者の目に炭を、冷たい心の持ち主には一かけの卵を、そして悪しき言葉を発する喉には。わからないのはなぜ吸血鬼が永遠の炎の名のもとに殺人を犯すかだ。決まっている。教団の教義と見解が一致するからだ。ノビグラドは堕落した町であり、住民は良識と倫理という概念を忘れ去っている。だから思い出させることにした。必ず奴らの注意を引く方法でな。屈折した論理だ。論理には変わりない。だが論理と認識してくれて嬉しい。火をもって火を制すというだろう。被害者のことを考えてみろ。全ての持ち金を商売女に費やした木彫り職人、信仰の象徴を冒涜した伯爵夫人、神を軽視し愚弄の対象としか考えなかった女吟遊詩人、彼らに生きる資格はない。
だがその死は他者への教訓となる。人々の目を覚まし、恐れによって正しい道へと導く炎、浄化、そして救済。お前には手遅れのようだな。信仰心が薄い。ひしひしと伝わってくる。ほう。だが剣の腕はなかなかだぞ。なかなかでは足りんとは知らない。どうだ？順調だ。だろ？ええ。俺の頼みを成し遂げてくれたか？ああ。ウィッチャー流でな。礼を言おう。俺とプリシラからだ。役目は果たした。次はお前の番だ。彼女を大事にしろ。大事にな。ああ。ブロクリオンのドリアードより優しくしてやる。声が戻ったのか。本当によかった。だろう。グラッツ教授によればトロールよりも回復が早いそうだ。あまり良い褒め言葉じゃないが励みになる。いつかまた歌える日も来る。当面は二人組で演奏する。彼女がリュートを弾き俺が歌う。ダンディリオンとカロネッタ、語呂がいいだろう。頑張れよ、ダンディリオン。舞台の上でも下でもな。なんだゲラルト。殺人犯を見つけて始末した。フーベルトだ。お前が正しかった。上級吸血鬼だった。ノビグラドで驚くことなどないと思っていたが、誤解だったようだな。重大な誤解だ。感謝するゲラルト。お前がいなければ殺人は止まらなかっただろう。フーベルトが話してくれた。あんたの過去を詳しくな。謎かけはいい。はっきり言ってくれ。大学の暴動で死人が出たのは本当か？お前の大義のために。若くて愚かだった。より良い未来はどんな代償にも値すると思った。何人かを犠牲にしてでも。だがそれは過去の罪だ。すでに償った。なぜオクセンフルトの大学が閉鎖されたんだ？ラドビットの都合だ。いきさつを知らないのか？学長は彼に名誉博士号を授与したいと望んだ。教授陣は反対したが、ラドビットは授与式に現れた。ガウンをまとい、学位を受け取って、それから学部長や学事評議会の全員を投獄したんだ。彼らが騒ぎを起こさないようにな。私はそれ以来ビル・メリウス病院にいる。だがそれでよかったのかもな。メスを手にしている私は講義に立っている時よりよほど有能だ。オクセンフルト学院の軍医を一人知ってる。シャニという名だ。
知ってるか？短い赤髪にシミ一つない肌、そしてどうしようもない理想主義者だ。知ってるよ。1年間私の助手だった。彼女の居場所を知ってるか？きっとどこかの前線で兵士の手当てでもしてるだろう。私は無意味だと教えたんだがね。前線では100人の命を救っている間に別の1000人が命を落とすだけだ。だが使命感を持った医師には何を言っても無駄だ。じゃあな。